皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅カード動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ね、まあ、何をしてても疲れが取れない、気力や体力が出ない、でも健康診断の数値に異常はない、まあ、そんな人はね、きっと今のこの世の中の状況でのね、ストレス型によるものだと思います。その影響でね、副腎疲労っていう病気の可能性もあります。病気といってはね、あれなんですけど、まあ、副腎が疲労してしまうよっていうのがあるんですよ。まあ、副腎とはね、まあ、ここ連日、この僕の動画でね、出てきているワードなんですけどもね、まあ、腎臓ってあるじゃないですか、腎臓ね。腎臓の上にひっついてる、まあ、小さな、臓器のことなんですよ。で、そこからね、体中にホルモンを分泌しています。アドレナリンとか、ドーパミンとか、よく聞くじゃないですか。それらは、すべてその副腎というところからね、分泌されております。そんな大切な副腎にですね、疲労が溜まってしまうと、こうスムーズにホルモンの分泌ができなくなってしまいます。それは非常に危険です。ということでですね、副腎を元気にする方法について調べました。その方法というのはね、やっぱりね、食事だったんですよね。やっぱりね、人間の体というのはですね、食べ物で作られてきています。この食生活をね、まあ、少し変えることでね、その副腎が元気になりますし、症状が回復することもね、珍しくはないんですよ。なのでね、そんな食生活でね、副腎を元気にしていきましょうということでね、その食事方法についてね、調べたことをね、お話ししていきます。その副腎をね、元気にするのもね、その副腎から分泌されるホルモンのね、材料となるのはね、食べ物なんですよね。そのためにですね、副腎に良い食べ物を選んでいると同時にですね、まあ、負担がかかるものはまあ避けていくということが大切です。なのでね、まあ、副腎ケアのためにね、積極的に摂りたい食材ということでですね、まずはね、良質なタンパク質、脂質です。で、副腎にはね、良い食べ物としてね、積極的に摂りたいのはホルモンや組織のね、材料となる、まあ、良質なタンパク質と良質な脂質なんです。タンパク質としてね、肉なら鶏や豚ですね。できればグラスフェットっていうね、牧草飼育っていうね、もうほんまに、何ですか、牧場の生えてる草だけで育った牛肉とかをね、選択される方がね、いいでしょうね。魚とかやったらね、そのマグロなどのね、その大型の魚以外のものをね、選んでね、焼くとか炒めるなどのね、シンプルなね、料理にね、して食べてください。でもね、マグロってね、食べたいんですよね。美味しいんですよね。マグロはね、焼いたり炒めたりしたらパサパサしますよね。まあ僕もほんまやったらね、刺身でね、生で食べたいんですけどもね、まだまだその生ものっていうのはね、食べれないのでね、ちょっと我慢しておきます。まあでもね、今回のお話はね、その副腎にいいものとしてね、紹介していきますので、まあ、マグロを避けた方がいいということなんですよ。でもしかしですね、別にマグロは悪いわけじゃないんですよ。悪い食べ物ではないんですよ。お間違いもないようにしてくださいね。誤解もないようにお願いします。なのでね、魚の話になってますので、他の魚を挙げていきますけども、特にまあできたらねですね、体にいいと言われてそのオメガ3のね、脂肪酸を豊富に含んでいるアジやイワシやサンマですよね。そういった青魚を使った料理は食べていって欲しいです。副腎疲労がね、ベースにある人っていうのはですね、まあ、腸の消化吸収がね、悪くてですね、本来なら朝に多く分泌されるはずの、コルチゾールっていうのが、ね、うまく分泌されないので、朝にね、思うようにね、元気が出ない人が多いんですよ。ホルモンの材料となるね、そのタンパク質っていうのはですね、まあ、三大栄養素の中でもね、特に消化や吸収がされにくいので、まあ、朝はもちろんね、昼も夜もね、ちゃんと3食とってね、不足しないようにするとね、いいでしょう。良質な脂質としてはですね、まあ、今挙げたようにですね、青魚の他にもですね、やはりね、オメガ3系のね、脂肪酸の一種であるね、アマニ油とかね、エゴマ油がね、おすすめです。ドレッシングなどでね、非加熱で食べるときはですね、まあ、主にオメガ3系のね、オイルがね、いいですけども、まあ、熱に弱くてね、酸化しやすいのでね、まあ、加熱料理にはね、まあ、熱に強いね、中鎖脂肪酸が豊富なココナッツオイルとかね、まあ、あるいはオリーブオイルがね、いいでしょうね。次はですね、香味野菜、ハーブ、スパイスの野菜です。ちょっとね、肝臓の話になるんですけどもね、まあ、肝臓はね、有害物質をね、解毒する器官ですけどもね、まあ、現代人ではね、様々なストレスでね、肝臓がね、疲れているためにですね、肝臓で解毒できなかった毒素がね、各臓器に広がってね、炎症を起こします。これがね、副
人のね負担になるんですよね。でそのためにですね解毒作用があると言われているニンニクや玉ねぎね、あと生姜、パクチーなどね、香味野菜やハーブ、スパイスなどをねたっぷりと入れましょう。まあ野菜はですね、まあ、色とりどりのね種類を選んでね食べるのがポイントです、ね。まあ、色素とか香りね、あと苦味などに含まれているねフェイトケミカルっていうのはね、フェイトケミカルっていうのはですね、あのね植物がですね紫外線や昆虫などね、まあ、植物にとって有害なものから体を守るために作り出されたあの色素や香りとかね辛味とかね、あのネバネバした成分のことなんですよ。まああの必須の栄養素ではないもののですね、体にとって非常にいい作用をするので健康を維持するためにはね、ぜひ摂取してもらいたいです。まあぜひ摂取したい重要な成分であることがね明らかになってきてます。あのね抗酸化作用とかね抗アレルギー作用があってですね、肝臓の機能のね保護とかですね、まあ血糖値の調整などに、ね、役立っております。なのでね多くのね野菜のをね色とりどり取ることでですね、まあさまざまな効果が得られます。ちなみにね、その先ほどフェイトケミカルの話のね追加になるんですけども、そのフェイトケミカルってね目で見ることができるんですよ。野菜や果物をねこう包丁でスパッと切ったらね、その断面の色がね時間経ったら変わるじゃないですか。あれはねその食材の持つ抗酸化作用のあるポリフェノールが自分の体をね守るためにね酸化して色が変わるんですよ。それがねフェイトケミカルなんです。そして次はですねビタミン B 群とミネラルです。あのホルモンのね生産過程でね大量に消費されるビタミン B 群っていうのはですね、副腎疲労の人がね不足しやすいね栄養素なんです。でこれらを含むね玄米とか豚肉ね卵ね貝類ですね、あと海藻類をね多めに摂りましょう。特にビタミン B のね一種である葉酸っていうのはですね、あの増血作用の他にですね新しい細胞を作るのに重要な成分なので、あの貝類やうなぎですね、あと緑黄色野菜をね積極的に摂るといいでしょう。あとね同じくですね、あの副腎がね疲れてる人がね不足しやすいのがねミネラルなんですよ。あの副腎疲労の人はね腸に不調をね抱えている人が多いためですね、あの腸でのミネラルの吸収がねうまくいかずにね不足しやすいんです。入ってきても腸でしっかりね吸収されへんからそのままね便として出てしまうんですよね。その副腎のね正常な働きに欠かせないねナトリウムとかカリウムね、あと新陳代謝を良くして免疫を調節してくれる亜鉛とかね、あとホルモン代謝にね必要な酵素をね助けてくれるマグネシウムね、あとねイライラーってする時のね解消にね役立つあのカルシウムなどね、どれも必要なね栄養素なんです。なのでね海に生息するミネラル豊富なね貝類ね海藻類をね食卓に取り入れるとねいいでしょう。ちなみにこれが一発で取れるのがですねお味噌汁ですね。わかめも入れれるし貝も入れれるしね、お魚だって入れれますよね、いいですよね。そして次はですね、あの副腎ケアのためになるべく避けたい食材も紹介しておきます。まずねグルテンとカゼインですね。副腎ケアのためにはね体内の炎症を減らすことが大切です。そしてね腸の粘膜の炎症のね引き金になりやすい食品成分の代表的なものがグルテンやカゼインだそうなんです。グルテンはね小麦や大麦、ライ麦などに多く含まれておりまして、カゼインは乳製品に含まれています。あの副腎疲労の人にはですね、まあ、グルテンやカゼインにね過敏な人が多くてですね、そうした人がこれらの成分を取るとですね、あの小腸の粘膜が炎症を起こしやすいことがあります。その場合ですねグルテンやカゼインを避けるグルテンフリーとかねカゼインフリーとかっていうのがあるんですけどね、そういった食事法を実施することでね、まあ、体の炎症をね減らしてですね副腎への負担を軽くすることができるんです。ただまあグルテンフリーやねカゼインフリーについてはですね、多くの場合その小麦とかね乳製品などのね特定の商品をね、まあ、バッサリ抜くことになるためにですね、あの栄養のバランスの偏りをね招きやすいとね指摘もありますのでね、あの自己判断で行うのではなくね必ずねあの病院の先生の指導のもと行ってください。で次はねカフェインです。最近はね健康にいいと注目を集めているコーヒーなんですけどね、カフェインにはねあの副腎をね刺激してねコルチゾールの分泌をね促進させる働きがあるためにですね、取りすぎにはね副腎のね負担になるんですよ。健康な人はね朝にコルチゾールがね最も多く分泌されるんですけども、副腎疲労の患者さんの場合はですねコルチゾールを分泌する力がね弱くなっているためにですね、あの朝からずっとねコーヒーがね手放せない人が多いんですよ。それはねカフェインを取るとね、まあ、一時的なんですけども元気になるからなんですよね。でもねその効果が切れてしまうとねそのコルチゾールの出が悪くなってですね逆に疲労感にね苛まれてしまいます。どうしてもねコーヒーを飲みたい、コーヒーが手放せないっていう人はですね、その量を減らしたりとか、まあ、一杯分をねお湯で薄くしてね、あの何回かに分けて飲むことをねお勧めします。あとねその血糖値を急上昇させてしまう甘いお菓子ですね。あのお腹が減ったらね間食はしても OK なんですけども、まあ、急激に血糖値を
を上げるね甘いお菓子とか、まあ、炭水化物をね間食に摂ることはですね、まあ、極力控えた方がいいです。またねその副腎が疲れているとね消化吸収機能がね低下するためにですね一度にたくさん食べずにね少しずつ分けて食べるのがおすすめです。あとその血糖値がね急上昇するとね血中のインスリンがね急激に増えます。するとね血糖をね安定させるためにね副腎ではねコルチゾールの他にねアドレナリンとかノルアドレナリンとかねっていうホルモンがね大量にね消費されてね副腎疲労をね進行させてしまうんです。またねお菓子やね炭水化物を摂るとですねこれリラックス効果のあるねセトロニンっていうのがね分泌されます。あの副腎疲労の人っていうのはですねちょっと感情がね落ち込んでるのでねあのお菓子を食べるとね幸福感をね感じやすくねクゼになってしまうんですよ。なのでね、お腹が空いたらですね、その果物やね、ナッツなどのね、血糖値が上がりにくいものをね、つまむといいですよね。あのナッツ類ならね、1日 20g までならね、いいと思います。あのナッツはですね、脂質も豊富なんですよ。なのでね、食べ過ぎると脂質を取り過ぎてしまうことになりますのでね、ちょっと注意してくださいね。1日 20g ぐらいやったら、まあ、OK かなって感じです。次はね、添加物やね、化学合成物質ですね。まあ、これはもう想像できますよね。あの農薬使用やね、遺伝子組み換えのものとかですね、添加物、化学合成物質などを含む食べ物っていうのはですね、まあ、副腎には負担をかける恐れがあるためですね、まあ、避けた方がいいですね。僕はねソーセージハムなどのね加工食品とかねジャンクフードスナック菓子などをね控えております。まあそのようなね加工食品とかジャンクフードスナック菓子っていうのはですねもともとそのまあもともとっていうか、まあ、僕病気してからねその口の中のただれ、まあ、口内炎ですわ。それがすごい痛いんでそういう加工食品とかスナック菓子っていうのはねもう口がね痛いんですよ。味が濃いというかねそういう合成化学調味料みたいなのがいっぱい入ってるとねもう刺激物としてしかね感じれないんでもうちょっとね今のところ避けてます。でもねその昔ずっと食べてたんで美味しいってのは知ってるんですよ。だからねもうソーセージの美味しさも知ってるしハムの美味しさも知ってるしもちろんジャンクフードもスナック菓子もねもう美味しさを知ってるんですよ。美味しいですけど今は痛いから避けてます。だから結果的に控えてるんですよ、まあ、そんな感じなんですけどもね。まあ今それなりにですね副腎ケアのための食品選びっていうのをねお話ししたんですけども、まあ、これら全てがの人に全てが当てはまるとかこれが正解なんだよっていう食材とかっていうのはね別にないんですよ。で、まあ、そのこともね一応知っておいてください。まあ、例えばですねその胃腸が弱くて便秘や下痢を繰り返してる人はですねタンパク質は控えてめにした方がいいですし逆にね消化器官が丈夫な人ならね朝から肉という選択肢もあります。あのね、世の中でねいいと言われているものやねある人にとってはいいものが自分にとってはいいものとは限りません。なのでね自分の体調とかね体質に合わせて摂ることが大切です。ということでね副腎を食材で元気にしていきましょうというお話でございました。そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。